コンパルソリーダンスの第一課題ゴールデンワルツをご覧いただいておりますが、リンクに登場したリトアニアのカップルもベテランカップルです。プロビアズとバナガス、おととしの世界選手権で第3位、ソルトレイクオリンピックはわずかに表彰台に届かず5位にとどまっています。この大会は樋口さん、メダルの可能性もそうですね、十分狙えるところにいますね。はい、日本でもとっても人気のあるカップルですよね。はい、にもよく合ってますし、技術的にも素晴らしいものがありますね。はい、ジャッジ席の前、はい、いわゆるチェックポイントです。はい、素晴らしいですね。スムーズなスケーティング、身のこなし、さすがにベテランの味という感じのスケーティングが続いています。はい、舞踏会を見ているような感じですよね。はい、彼女の表現力も素晴らしいですね。アイスダンスはやはりあの表情の舞踏会と言われたもありまして、はい、のエレガンスなスケーティングが非常に特徴なんですが、まあ、ちょっとジャンプ気味でしたね、ちょっと2周目で疲れちゃって荒くなったのかな。今のところは素敵でしたね。良かったですね。女性のドロビアーズが30歳、男性のバナガスも31歳になりました。本当にベテランの味を漂わせるリトアニアのカップルの演技でした。何かクラシックのバレエの舞台を見ているような感じがした、非常に味のあるカップルでしたが、そうですね、はいはい、動きもひときわ大きく見えますよね。この魅力、あのクッペポジションもできてますし、はい、このキリアンホールドもここも一緒にターンするんで離れたりしちゃうカップルが多いんですが、美しくまとまってますよね。はい、これは少し彼女が飛んでしまった2周目だと本来はジャンプしてはいけないんですけども、はい、1周目は良かったけど、まあ、ちょっと2周目はこの部分が良くなかったですね。でも他のところは素晴らしいものがありました。女性のドロビアズコのフットワークにほんのわずか乱れが出ましたが、得点が出ました。2点出たんですね。はい、5.5 が4人並びました。セカンドマーク、タイミングとエクスプレッションです。5.5、5.7、はい、上がると思ったんですが、1人下がってしまいました。だいたい上がってますよね。そうですね、はい、これでランクは2位に上がりました。そうですね、